ホロの歌聞け、最終回を迎える、えー。ラジオでですね、あの、うちもね、何回か、に、3回ぐらいかな。えっ、ー、と、MC をさせていただいておりました。えー、ホロのラジオ、私たちの歌を聞け、えー。こちらがですね、なんと2年の時を経て、最終回を迎えることとなりました。アイドルポイントみたいのが、 そういえば溜まってたんですよ。な、うちはずっと言及し続けてたんです。あの、出るたびに <laughs>、いつも溜めてるこのポイントって、いつ使うんすかみたいな <laughs>。もう毎回毎回必ず言及してたんですよ。なんだけど、いつもはぐらかされてたの。いや、もう、まあ、ポイントはまあまあま、あまあまあね。いつか使うでしょうから、みたいな。 で、なんか、たまに消費されてたっぽいんだけど、なんか、うちがいる回には消費されてなくて。で、まあ、最後はですね、最終回にですね、あの、いちごと卵のお寿司になったということで。<laughs> 一体、あのポイントはどういう換算だったんだ。まあ、吹雪とアクアがね、あの、美味しく食べれたならよかったんじゃないかなって。 思います。なんで寿司は卵だけなんだ予算が足りなかったのかなポイントが足りなかったのかはい。えー、そして、お次のニュースはこちら。えー、ヤゴーのアクションフィギュアが発売いや、こちらはあの、エイプリルフールネタではあるんですけれども、なんか、ヤゴーが、スケールフィギュアになるみたいな。 しかもなんかクソ高かったぞ。なん、なんか、8000万ぐらいする。<laughs> あ、ヤゴーだから8500万円とか。でも発送の金額が1000円っていう、な、1000円ぐらいみたいな。<laughs> 1000円でいけないだろう。まあ、都内だったら、もしかしたらヤゴーが1000円で電車賃なのかもしれない。 ちなみにエイプリルフールネタなので、信じないでください。